YouTube 秋村虎次郎と、はい、お父さんです。今日はジャック・ダニエルについてレクチャーしたいと思います。で、はい、やっていきます。まあ、ジャックナイフね、ジャックナイフしてちょっとちょっとちょっとできてきようけど、まあ、これがジャック・ダニエル。コツとかは何かあります？コツは前回りするつもりでジャックナイフします。最初のうちは多分ここまでみんな上げきらないと思う、うん、しっかり上げてやる。で、重心を低めにセットします。初心者にありがちなジャックナイフ。じゃあちょっとバランス取れない。回転やってみましょう。これお願いします。何をもって合格とするかって言ったら、多分このホッピングがみんな結構みんなできるように、うん、こっから回転していくんが一回転できたら合格とします。ホッピングもできるんで。まずはじゃあ生徒さんの生徒です、はい、お願いします。はい、これを見て、はい、いいですね。バッチリです。ホッピングまでは OK なんですけど、練習していくのにコツがあって、みんなこう上げてってから腕でからおっとっとって前に行くんだけど、本当にコントロールしようかと思ったら逆なんや。こっから下がっていく。下がっていくっていうのができたら、多分次へこっから下がる。ちょっとできたらこっからちょっとでもいいケース、下げれたらいいんだけど、ここからこう下げてフロントに。そう、下げる。それができると、そのタイミングでちょっと俺の場合は左利きの人はこうなん、ちょっとハンドルをこう押してやるよ、下がるときに。
で右利きの人は逆か、右利きの人はこっちに、はい、こうちょっと押しようよ、右利きの人は多分こう押したらね回転できる、いきます、俺はこっち押しおるんだけど、右利きの人でちょっとその跳ねずにちょっと強めにこっち押してみて、回転できる、跳ねるときにちょっと強めに、どっちかの俺の場合は右手を押しおるんだけど、多分右利きの人は左を押す、そういえば、でちょっとね、これはまずはここでまずキープできて、ど真ん中に折って、あのこんな気持ち、ちょっと、まあ、こんだけなんだ、こんだけやって抜いてやったら回転できるはずです難しいけど違う、ケツ打っちゃいけん、腕だけプッシュする時の腕だけな、ジャックダニエルする時ってほぼ手に乗っていいんです、いや、ね、50-50なんよ、腕縦伏せにならんように、あの50-50ってどういう意味なの、半々で乗る、半々、ああ100% 腕で乗らずに50-50、あの足と利き足と腕 50-50 になるように、どうしてもあの腕に乗りがちになるけど、本当は利き足側にも荷重をかけとかんと、安定させるのにジャック・ダニエルをなるべく、あの この姿勢、ほぼほぼこの姿勢ないの、ほぼほぼこの姿勢、ジャック・ダニエルの位置、その時にケツ上げたらしんどいでしょ、うん、こうならない、ここなんよ、この姿勢でこうほいほい、じゃあそれでケツが高かったらめっちゃしんどいで、頭に血も上るし、じゃなくてなるべくこの姿勢だったら楽なわけで、うんうん、でそれでジャック・ダニエルの一番安定する角度って、ペダルとハンドルの位置が水平なんよ、この位置が一番安定するポジションで、で姿勢は本当まさにこうなんや、こう、俺利き足こうだっけ、大体スタンスは人それぞれだけど、この姿勢の時にケツの位置が高かったら頭に血が上るし、なるべく可能な限りこう無理のない姿勢で、ここでこれが一番安定するんで、うんうん、理屈的にはね、頭に血が上る人は腰のケツの位置が高いってことで、ここ意識して、まあ、真横から見たら分かるけど、ハンドルと DB の位置が水平まで持ち上げて、ジャック・ダニエルの、あのジャック・ダニエル状態の姿勢はまさに利き足、両手のこの3点でこういう状態です、この状態、うん、多分ほぼほぼ後であの画像を止めてジャック・ダニエルの一番安定してるところの画像を、まあ、この辺に貼っつけとくけど、あの、うん、その姿勢がまさに地面に手をついてこういう状態が一番前にも行かないし後ろにも行かない、そこが安定したところなの、うん、このここで、うん、いや揺らしてみたら分かる、前行きすぎたらうーってあの頭に血が上りそうになるし、後ろ下がったら手の荷重が抜けたらもうリアが落ちちゃうし、うまいこと腕と足はもう実質この利き足しか乗ってないんで、でこれは後ろにあの入れ込むためにフロントタイを入れ込むために後ろを蹴ってやるような感じで、この状態でお尻が高かったら頭に血が上るし、
であまり低かったら今度は腕の荷重が抜けてあのリアが落ちちゃうし、うまくこうやってバランスが取れるよ。で決してこの腕立て伏せでコントロールするんじゃなくて、この状態でケツを振ってやります。結構しんどい、うん、結構ある程度体幹がない人、体幹がないと多分できんかも。こうシャックダニエルって結構体力初期する、体力だね、体力とあのポッとこうこういうことができる、うんうん、そうでも実際こんなにしんどくないけこれめっちゃしんどいよ、俺できんもんこれ。ちょっとやってみたいな。めっちゃしんどいよ、やってみくんじゃとら。どんな感じな、やってみ、ほっジャンプ。ああ、それだったら絶対あのリアが落ちますリアが落ちる、完全に足しか乗ってないけ。うん、だって全部同じタイミングでやるの。膝もうちょっと曲げて右サイド、うん、はい、それトラがやると絶対リアが落ちるってタイプ。定させるにはでけ、なるべく上半身に体重をかけないこと。どうしても頭下がってるけ、腕にすごい体重が乗るけど、なるべく腕に体重が乗らんように意識して。ダニエルも一緒だから、後ろにも前にもいかんところが一番楽なんよ。だけ上げ足りんかったり上げすぎたりするとどうしてもおっとっとってなるし、下がるためには後ろに蹴らんといけんし、うん、これはねもう勘としか言いようがないよね、うん、こんな自分で客観的にここはペダルとビビが水平になってるかっていうのは分からんけ、うん、勘で覚えるしかないよね。それから慣れは別にないか。慣れじゃねえ、もう結局慣れ、うん、限界、うん、これ以上いったら終わるっていうところがあって安定するポイントに入ったらすごい安定するんだけど、やばいって思ったら、やばいと思ったらこういう姿勢で逃げれるっていう余裕があったら、多分なんか何回もこのやばいっていうのを経験したらいいと思う。まだまだ前回りが足らないやばいやばいってなって、そうこういう風に逃げれるんで、うん、これを何回もやってったら安全になるのか、うん、だけしんどいってことは何かが間違っとるんで、しんどくないポジションを探るというか、あ、ここ楽、ここ、うん、ここどっかあるんじゃん、あのいい美味しいポイントが。それはもうこなして体で覚えるしかない。本当にさっき言ったこれですね。そう、もうこのしてない、ここ、あ、ここだ、ドンピシャレカのいいところがあるんで、それを、うん、前に突っ込みそうになったらやっぱプッシュしてから、この体を前にしなきゃいけないし、後ろ下がりだしたら後ろに蹴ってから入れ込まんといけんしみたいなんで、それをどっちもせんでもいいところがあってでそこでうまくホバリングするっていうか、うまくね、なかなか奥が深い技なんで、うん、皆さん一回はチャレンジしてみてください。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。あ、いけ突っ込んでしまう。あ、いけ疲れてきました、うん、今日はこの辺で。よし、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひぜひよろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。はい、ありがとうございました。では、さようなら。